久保さん、今回香田英二さんにしましょうか昔ですね国章さゆりさんっていう方だと結婚してまあちょっと離婚したのかなまあほ僕はね当時十何年前その「成り上がれ」っていう本をこの人の買ったんですよ成り上がれみたいなね <laughs> まあその後なんだ、まあ、まあその後追ってないんであれですけどその本の感想というかね僕は印象深いあのがあって あの多くの人はね多くの人は儲かったらなんか焼肉行くとかね儲かったらなんかこうするんだけども儲かった時こそ立ち食いそばやで儲かってない時こそ焼肉みたいな章があるんですよでそれは何かっていうと儲かってると天狗になっちゃうからそれを戒めるために立ち食いそばで我に帰るとで逆を言うと 儲かってない時こそ気を上げるために活気を自分でこう上げるために焼肉肉をこう食いに行くみたいななるほど逆やなみたいな,、うん、なんかすごいね印象深かったですねそれそれは他の人とまあ逆なんででも逆なんだけども確かに的を得てるな確かに的を得てるなっていう、うん、僕もやっぱ実際その昔天狗になったこともあるんで、まあ、天狗になるとあんまねいいことないっすよ 本当にいいい。ことない足元救われるというか足元が見えなくなるんでだからその僕はいろんな経験からうーん自分の実体験から自分のこう考え方をこう確立してって部分はあるんですけど要は上を向くことも悪くないけど下を向いて歩くことも必要だしなんか要は結局人生をこう生き抜いていくひ、まあ、僕なんか特に1人で稼いでいかないといけないので何だろうな 全部全体だ宇宙から地球を全体的にこう見ていくっていう思考が必要で上,上を向いて歩こうではなくいや下向いて歩けと足元固めろととかねなんかそういうのも大事だなっていうのはすごく僕は感じてますしだからこそあの常にこう発信をしてね地盤を固めていくととにかくずっと続けていくと発信は。 それは自分の土台を固めていく。うん。そう。だ僕はね、でもその土台を固めてきてね、この、あの、昨日でね、あの僕の新商品、R の思考っすか、思考を久保さん売ったんですよ。思考。<laughs> で、正直売りづらいじゃないですか。久保さんもいろんな商品売ってるんでわかると思うんですけど、多分思考ってどちらかというと売りづらい商品だと思うんですね。久保さんもサブスクで、 生活倉庫みたいな、情報倉庫だとやってますけど、フックとしてね、これ、これ簡単に儲かりますよみたいなやつ、フックで多分あると思うんです、いっぱい。やっぱそっちの方が反応はするんですよね。だから思考を売るって、僕、売りたいけど、売りづらいなってずっと思ってて、まあ、いろいろ、まあ、頑張って売ったんですけど、結果的に、22ぐらい今、お問い合わせがあって、もう、やってきてよかったなっていう。 まあ僕のファン、僕、僕に興味あって、ファンの人しか、やっぱ、ファンというかね、僕に少なくてもやっぱ好意を抱いてる。常に、まあ、お問い合わせでもありましたけど、やっぱ動画、日々見てますっていう人、しかやっぱお問い合わせないですから。うん。だからその、情報でするというか、吉谷さんが18年何やってきたんだろうっていう、そこに興味を持っていただいてると。でもそれは日々僕が動画で発信してるんで、うん。だからやっててよかったなと。た売りたい商品がようやく、こう、 反応出るようになってきたなっていう。多分普通の人じゃ売れないですよ、思考。だって、例えばね、僕が松下幸之助さんとか、稲森和夫さんとか、孫正義さんとかだったら分かりますよ。ね。もそ誰が見ても成功してるし。でも僕なんか YouTube の再生数ね、100とかですよ。<laughs> チャンネル登録も1万もないし、影響力、社会的な影響力全くないですよ。 でも、それでも、吉谷さんの、うん、あれを聞いてみたいという人が、やっぱいたっていうのは、あのまあ、全員決済するかわかんないですけどね、全員決済するかわかんないけど、あの、もし決済したとするなら、まあ、まあ、売り上げは100万を超えますし、思考を売っても100万超えるんだみたいな話で、うん。かやっててよかったですよね、これでもやってなかったら売れないですし、うん。 思考大事ですからねまあこの億万長者合宿でも結局何話して久保さんと僕は何話してるかっていうと考え方ですからねそう考え方 <laughs> うんまあ大事なんですけどねなかなかそこが気づ,気づけないんで気づいてもらえるようにも僕は発信するし、まあ、これがまあ本当売って売って売って多くの人にできるだけ届けたいですよねうん ということで成り上がりですいってらっしゃい